熊本地方を震源とする地震が発生した模様でございます。え、2021年5月6日、9時16分頃ですね。震源地は熊本県の熊本地方。え、深さが14キロ。え、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されています。え、この地震による津波の心配はないということでした。 えー、この地震で最大震度4熊本県の熊本市西区、えー、浮城市で、えー、観測しています、えー、震度3は熊本県熊本市南区宇都市熊本三郷町鹿島町氷川町で、えー、観測していますまた広い範囲、えー、九州地方で震度1以上の有感地震ですね、えー、観測しています えー、震源地が熊本県の熊本地方ということで、えー、詳しくまあ解析してみたところお、えー、およそ宇都市の、えー、直下の地震だったということが分かって、えー、きましたで、えー、この宇都市周辺というところでこう見ていきますと、えー、二川断層の、えー、宇土区間というところに、まあ、入ってくるのかなというところになりますね。 えー、というところで、えー、ひなぐ断層におきましても、双側断層におきましても、えー、どちらも右横ずれが、えー、含む、えーまあ、それが主体の、まあえーまあ、揺れ方ということで、内陸近く、右横ずれ主体となる、えーまあ、揺れだったかなというところになりますね、えー。この地震というものは、平成28年熊本地震の滑り残ることができるんじゃないかなと思います。で、 えー、この日ぐ断層におけましても、二川断層におけましても、この熊本地震では、えー、全区間が動いていないということが、まあ、確認されています。まあ、それもあってか、えー、その滑り残りで、えー、こういった余震活動というものがこう続いているということになりますね。断、えー、層では、えー 熊本地震の際は高野白旗区間というところで動いています。で、双川断層ではですね、二川区間という部分しか動いていません。というところで、他の区間で見ていきますと、今現在、この二川断層におけましても、宇都区間や宇都半島区間に震源の域、こう地震の範囲が、えー、こう来ていると、でさらに平南断層では平具区間ですとか八代海区間にこちらに移動しつつあるというところで、 えー、見ていきますと、えー、こういったところというのは、えー、まだ活動、えー、の滑りというものが、まあ、当然考えられるわけですね。えー、熊本市で、えー、こちらの区間が誘発されなかったということは幸いでございまして、えーまあ、よくそこまでで済んだかなという感じはいたしますね。 えー、とは言いましても、えー、この平成28年の熊本地震の際には、えー、最初、ひなぐ断層のところでですね、高野白旗区間でマグニチュード6.5の地震が発生しました。これで震度7を、まあ、岸家町で観測、えー、するということに至ったわけなんですけども、えー、ここからおよそ1日後ですね、 えこれは、えー、誘発地震とまあ考えられてもいいと思うんですけども、二川断層の、えー、二川区間でマグニチュード7.3、これも震度7を益木町、そして西原村で観測したんですけども、えー、これが発生しました、これはおそらく誘発地震ですねで、この誘発地震に関しましてなんですけども、えー、これがですね、えー、熊本県の今度は阿蘇地方ですとか、えー、大分県の方にも地震の,この活動範囲というのがこう広がっていたことになりますね。 でこの今回のマグニチュード4.0と比較的小規模な地震ではあるものの宮崎県の方に地震の,この活動範囲が見られていますので、まあ、九州地方では少なくともま,あまだあのこういった熊本での地震活動にはかなり注意しておかなければならないのかなと思います。 でこの二川断層や日南区間におきましても再び震度7に襲われる可能性があるというところで、ねえー、見ていきますと、えー、二川断層では、えー、宇都半島区間、えー、そして日南断層は日南区間そして八代海区間いずれもですね、最大でマグニチュード7以上のですね えー、予想されていますこのマグニチュード7というところで見ていきますと、えー、内陸直下型地震ですので、えー、震度7に襲われる確率は、まあ、ほぼ100%に近いと見ています特にふたが、えー、ひなぐな層のです、ねえー、ひなぐ間では発生確率が16%に、ねえー、最大で上っていまして、えー、これはおそらく熊本地震を経まして発生確率が、えー、極めて高くなったのかなと見ることができるんじゃないかなと思いますなので、えー、もしかしかたらこの地震 によってまあ病院の段階に入ってきた可能性もね、えー、なくもないんですけども、ただまだ小規模なね、えー、地震ですので、まだあのそこまで注視する必要はないんじゃないかなと思いますけども、ただあの今後ね、えー、あの急に専用化が続いてきたとかね、えー、ちょっとね、えー、隆起し始めてきたなんていうふうに、えー、なってきますと、親自の、ねえーまあ、あの予兆かなというふうにこう見ることができるかなと思います。えー、熊本地震はね、えー、まだ どうも滑り残りがまだあるらしくですね、えー、全体の活動が終わったとはまだ言えませんのでね、えー、ぜひ注意してくださいで。このひなぐ断層ですとか、側川断層というのは中央甲状腺断層帯というですね、まあ、日本でもかなり大きなこう活断層なんですけども、えー、ここでまあ発生した地震なんですね。 でこの大分県に移っていたのは、この中央,構造線帯中央構造線断層帯に沿ってまあ移っていたと、で、えー、それがあのここ最近、2021年に入ってきてから、まあ、愛媛県のこう、まあ、海沿い旅行を来ですとか、えー、香川県でね揺れを観測したりというのがありますけども、えー、これもすべて、まあ、中央構造線断層帯によっては、まあ、引き起こされたものと考えることができるかと思います。 えー、中央交通線断層帯では、えー、2021年、まあ、ほぼ初期なんですけれども前半にかけて少し、ね、活発になってきたんですけれどもね、えー、これがもしかしたら、まあ、熊本地震を、まあ、また再発させるような、まあ、揺れに、まあね、襲ってくる可能性も、ねえー、少なからずあるかなというところで、まあ、まだ警戒すべきところというのは、ね、あるんじゃないかなと思います。 ということでね、えー、本日は最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございます。えー、また次回の動画もぜひね、えー、ご覧いただければなと思いますのでね、ぜ、え、ひ、ー、よろしければ、まあ、お暇な方はまた見に来ていただければなと思います。えー、というところで本日は最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございます。えー、熊本地震に関してね、えー、ま,まだ述べることっていうのはね、もう終わってしまったんですけども、 その他の地域でも当然のことながら地震の注意というものは必要になってくるかなと思います。えー、危険レベルというのを私個人的に今作っていまして、えー、レベル5に、えー、なっているのが北海道と長野県ですね、えー。レベル4なんですけども、青森県の、えー、三八神北、下北、そして岩手県、宮城県、福島県、茨城県、そして千葉県、神奈川県、えー、そして えー、大阪府、京都府、そして、えー、宮崎県、熊本県、福岡県で、えー、レベル4に、えー、一応据えています、えー。このレベル4以上になりますと、地震のこの段階っていうのが、まあ、秒読み段階に入っている、えー、可能性もこうあって、えー、かなりこう注意が必要なのかなというところですね。 えー、その他の区間ではレベル3以下とはなってはいますけれどもこのレベルはね当てにしない方がいいですね。えー、内陸近くでこう起きる特に火圧断層なんかっていうのは、まあ、発生確率がこう曖昧でありまして、えー、発生確率が0%であっても地震がこう起きるっていうのが過去ね何回もあったんですね。 特に2008年の、ね、岩手・宮城内陸地震、これはいい例ですね。発生確率がほぼ0%だったにもかかわらず、マグニチュード7.3という、ねえー、極めてこうでかい地震が起きまして、えー、岩手県の奥州市、さらに、えー、宮城県の栗原市で震度6強という強い揺れに襲われていますね。まあ、こうういったように、 えー、特に内陸の活断層におけましては、えー、地震の予兆というのが全く、ね、予想がつきません。発生確率はほぼ0%であろうが100%であろうが、えー、地震の可能性は、ねえー、少なからずあるということで、えー、内陸活断層の数字にはこう、ねまあ、当てにしないでいただければなと思いますね,ね。ということで、えー、今回最後ねちょっと、ねえー、他の活断層についても、まあ、お話しさせていただきましたけども えー、日本各地、危ない活断層というものはかなりこう多く点在しています、まあ。北海道で言いますと、沢別断層や黒松内定地断層、さらに、えー、宮城県沖地震や福島県沖地震の影響におけまして、えー、北上定地三円断層帯、さらに、えー、福島県の双葉断層帯、そしてな、えー、宮城県の、えー、長町理伏線断層帯、そして山形盆地、えー、断層帯、えー、というところですとか、えー、関東地方で行きますと、三浦半島断層群ですね。 北部断層帯、衣笠断層帯、そして、というものがこうありますね。それ以外にもあります。そして長野県で言いますと、糸魚川静岡構造線断層帯、さらに神谷境峠断層帯、この辺りでも地震活動というのはやや活発状態にありまして、無感地震を含めますと、100、を超えるようなね、起きている。 まあ形になりますんでね。えー、こういったところにも注,注視しておかなければならないのかなと思いますんでね。えー、ぜひ注意していただければなと思います。というところでね。えー、まあ熊本や東北地方に限らず、日本全国どこでも地震があり得るというところでね、えー、お話しさせていただきました。 地震活動はね、常日頃こう更新させていただき、えー、まあ次の地震に備えていただく、まあ、いいカテゴリーになればいいなと思っています。え最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。次回の動画もご覧ください。